三世の変は、天正四年十一月二十五日に、伊勢国三前後所の北畠具郷や同国田丸城に、招かれていた長野具藤蘭が同日に襲撃され、討ち死にした事件である。禄十二年、織田信長は、伊勢国に兵を進めて、伊勢国主九代目北畠具郷と戦い、大川地上の戦いで、北畠家を追い詰めた。和睦の条件として信長は、 次男茶千丸と愚房の妹の雪姫を婚姻させ、茶千丸を北畠氏の養鶏師とさせることに成功。元気元年に愚房の秩父具教は出家して、淵斎と合子三千五所に隠居した。元気三年に茶千丸は元服し、北畠区豊と改名、同時に雪姫と正式に婚姻の上大川地上を、廃して、田丸城を新たに本拠とした。天正三年には、 信長の圧力によって、愚望も隠居に追い込まれ、福豊は、真意と改名し北畠家十代目当主となる。これで名実ともに、北畠家を掌握したかに思われたお出しであったが、愚京と立場を失ったその側近たちは、振幅しておらず、元気四年三月に愚京は、正常作戦の途上であった、武田信玄の陣に、うやお万円を使わせ、 震源上落の際には船を出して協力するという密約を結んでいた。このことは天正4年には信長も知るところとなっており、この年の正月の挨拶に岐阜城に訪れた万久氏を信長は待たせたまま対応せず、万久氏が帰ろうとしたところでわざわざ呼び戻し、新物を庭のシラスに置かせ、 万栄を座らせたままで縁側で刀を抜くなど、挑発的な行動を見せたという。同年夏には、真意が、木の国熊の攻略を狙った者の,の堀内自然の、反撃で逆に、加藤神五郎を撃たれ、木長島城を失うという失態を演じたが、熊野勢には、元は、伊勢国史の家臣であった者も,もいたためさらに対立は、深まった。天正4年11月、信長、真意親子は、 北畑一族の抹殺を画作。信長は、藤方朝平、長野左京領、奥山智忠の三名を呼び出し領地の主因を与えて、生死を欠かせ、愚教殺害を指示した。このうち、奥山智忠は、病と称して出家してしまい、直前で計画から外れたが、長野左京神は参加し、また藤方朝平も、直接の参加は避けたものの結局は、 家臣の慶や左共振を参加させた。十一月二十五日、滝川武尻、杖保栄、慶や左共振の三名の軍勢が、3 0五0個将包囲。内通していた愚痴の近所である佐々木白左衛門が長野ら三人を通し、愚痴に面通りさせると、長野がいきなり槍で愚痴を突き、愚痴はこれをかわして、立ちで反撃しようとしたが佐々木に採掘された立場、 抜くことができずそのまま打ち果たされた。しかし一説には愚痴は十九人を切り殺し、百人に傷を負わせたという。その後、長野佐京介によって打ち果たされた。去年四十九その後、三千五所に打ち入った軍勢によって愚痴の四男、徳松丸、伊豆を、亀松丸らも殺害され、北の方らも走って逃げようとするなど五所内は混乱状態となった。 三千五所では愚痴教と二人の子の他に、北畑家臣十四人の武将が殺害され、三十人余りの家人もそれに準じた。一方で、真意も同日に北畑家臣や、その一門を一斉に集め、この木を逃さず根絶やしにしようと計画していた。まず、朝に、京王の席と偽って、田丸城へと呼び出した長野具富士、北畑地近重。 坂内麦の三名を招き入れて、やがて真意が合図の鐘を鳴らすと、木内の北畑家臣の抹殺を命じた。日置大善助、肘方勝久、森尾修、津田一康、安助十兵城、立木九内らが一斉に組みついて、長野具藤、北畠近重、坂内麦を刺し殺すと、そのまま城内にいた、万内千松丸やハゼグ、優、岩内三安康らも殺された。 さらに病の治療のために、たまるに滞在していた大川千愚郎も、標的となり、見舞いと偽って訪れた、つげたもつえ、小川九兵城が資格となって、愚郎を殺害した。翌日11月26日には、天野武光、池尻平九右衛門の城の二人が、坂内愚坊らが夜坂内御所に到着したが、すでに城内では、坂内の家臣たちが無本を起こして、愚坊を殺しており、 坂内御所は、愚房の首を、天の池尻に差し出して降伏した。これらの知らせを聞いた、田丸直重も、北畑はじめ門の家柄であったので防帯を固め、警戒したが、直重を殺すつもりはなかったのでこれは、真意が死者を送ってなだめた。田丸城に呼び出された、北畑はじめ門の中で除名されたのは、真意の養父ということになっていた。 北畑愚房ただ一人であり、愚房の身柄は変後、滝川和正預かりとなって、長島城に遊兵された。一連の粛清の手を逃れた、北畑の将たちは、北畑正成の守る防御能力の高い、桐山城に集結し、抵抗を試みたが、信長は即座に、橋場秀吉、神戸信高、関森信ら一万五千の兵を送り込んで、桐山城を包囲。 12月4日には、桐山城は陥落して、首相の北畑正成、ハゼグ通りらが自害して果てた。桐山城下は、怪人と化し、桐山城も焼け落ちたのでそのまま廃城となった。同年12月15日には、真意の側近で変にも参加していた、津田千康が信長の命を受けた、日置大善助によって、田丸城の不信状で斬殺されている。その後、 一族中殺の法を聞いて激怒した、愚教の弟である、奈良幸福寺東門院寺が伊賀に潜伏し、そこで建属して、北畠友近を名乗り拒兵。天正五年に、宇谷を万栄、内城の木ら、北畠旧神の協力を得て三勢谷、川又国、滝、昭和州らの在地武士といいた家軍森城に旗揚げ、したが、新域家の日置大善助。 日置継ぎたう兄大らによって年内には、この反乱も鎮圧され、友近は、毛利照元を頼って、秋国にまで亡命した。これによって、真意の伊勢昭悪の妨げになっていた。旧北畑、北畠智則、久保家臣の一門一派はほぼ伊勢から駆逐され、幼少には、真意の側近たちが配置されることとなりお出しによる、北畠市三脱が完了した。ありがとうございます。